ハットリは、広島県福山市駅課長にあるため池である。江戸時代に足田川、水系ハットリ川をせき止めて作られたもので、現在も現役で使われている。2010年に農林水産省から、広島県で唯一ため池百選に選ばれた。ハットリは1643年に、福山藩書大藩主であった水野勝成が隠居後に、 神戸平野の干ばつ対策の一つとして、神谷部を総武行として服部川をせき止めて、作らせた。福山藩で最大のため池で春日池、瀬戸池と並び領内三大池の一つに数えられる。1645年に完成し二重河村に、恩恵を与え周囲の地水を大きく安定させた。以後、たびたびの改修を受けつつ、農業用ため池として、現在も用いられており、 近年では1997年に改修工事が行われた。池の周辺は公園として整備され桜の名所として市民に親しまれている。服部ト池の築造は大変な難工事であったために包みに人柱が捧げられたとの言い伝えがある。それによると人柱にされたのは病気の母親に代わり妊婦として夫役に出ていた16歳の意図であったとされ。 彼女が選ばれた理由は、着物に横継ぎが当たっていて、未婚の娘であったからだという。また、伝説には、後日談があり、お糸には、恋人の若者がおり舞よ池の包みでお糸の名を呼び続け、ついには池に身を投げてしまった。それを知った人々が二人の霊を慰めるために、イテンを祀った上で待つと薪を植えた。 あとに二人の魂が一つになろうとしているかのように二本の根が絡み合い、やがて、肥沃の松と呼ばれるようになったという。この話は地元では事実として信じる人も多いが、江戸時代の文献にはこれに類する話は全く存在せず、石碑はいずれも後年に作られたものである。また、包みの改修工事で人骨が見つかったという話も存在しない。 しかしながら話自体は昭和初期頃には姿勢に広まっていたようで、当時からその信憑性を疑う声はあったが、戦後には市内小学校の童話道徳教育の教材に用いられたことなどから話の信頼性が高まったようである。ありがとうございます。